圧力容器の厚さは16センチ、格納容器の厚さは3センチ、そして格納容器の外側は2メートルもある遮蔽コンクリートの壁になっています。ではこれから福島第一原子力発電所1号機の建設工事の様子を見てみましょう。昭和42年9月、圧力容器を入れる厚い合板でできた格納容器の組み立てが始まりました。フラスコ型の格納容器は巨大なブロックに分けられて注意深く吊り込まれ溶接されていきます。球形の直径 17.7メートル、上部円筒の直径 9.6メートル、格納容器の下では原子炉を守る特殊な安全装置、ドーナッツ型のサプレッションチェンバーが組み立てられていきます。高さ32メートルの格納容器の完成。格納容器が組み上がると設計圧力に耐えるかどうかなどの厳しい試験が行われ、その安全性が確認されました。原子炉建屋はしっかりした地盤に直接建てられており、一般のビルディングの3倍以上の強い構造なので、激しい地震にも十分耐えられるように作られます。格納容器を取り囲む厚いコンクリートの壁は容器の膨張を考えて5センチの隙間を設けて作られます。縦横に組まれたおびただしい太い鉄筋、その間に大量のコンクリートが打ち込まれていきます。2メートルもある厚いコンクリートの壁が格納容器を包み込んでいきます。一方、横浜の工場では圧力容器の製作が進められました。厚さ16センチの鋼板を加工しやすいように熱し、大型の水圧プレスで丸みを持たせます。そして直径およそ5メートルの円筒をいくつかに分けて作り、溶接して高さ19メートルの圧力容器に組み立てます。圧力容器の内側は腐食を防ぐためステンレス鋼で内張りします。原子力発電の心臓部ともいえる圧力容器は製作の途中で各種の厳重な検査を受けます。その一つ、超音波による内部の傷を調べる検査。最後の水圧試験。製作に2年間を費やした圧力容器は完成を見ました。冷却水の取水路工事、排水路工事、発電所の工事も最盛期を迎えました。待ち望んだ船、横浜の工場で製作していた圧力容器の到着です。
440トンもある圧力容器の荷揚げです。慎重な転引き作業。人々がじっと見守る中で、静かに吊り上げられていく発電所の心臓部。緊張のうちに、圧力容器は徐々に格納容器の中に据え付けられていきます。太平洋に臨み、約30メートルの断崖が続く福島県の東海岸。この広い台地に建設された東京電力福島第一原子力発電所。中央に見えるのが1号機から4号機、そして左の上に見えるのが5、6号機で、合計470万キロワットになります。この原子力発電所は、約2年にわたる綿密な調査を行い、昭和41年12月工事を始めました。